延命院は、東京都荒川区にある日蓮州の寺院。三号は宝珠山。本尊は、大曼荼。旧本山は大本山妙堅寺。むしろ市方園。文化財として、東京都指定天然記念物の延命院の OC がある。また、八百屋を名ゆかりの寺として知られる。慶安元年日長の解山により創建され、江戸幕府旗本、小堀正貞の聖母で、 江戸幕府四大将軍、徳川家綱の乳三沢局の経営を得て道具が改修された。この寺にある七面大明神は、美信山駆動寺から誕生されたもので、慶安三年に作られた。寺は慶安四年に七面大明神の別当となった。徳川家成の時代、西の丸大区のご中老、梅村の部屋方であった、頃という奥女中が、 大奥に入る以前から延命院の元歌舞伎役者の僧侶悲准と交際し、悲准が奥女中と密接な関係を作る手助けをした。共和年間この寺に来山した秘密は、美貌の持ち主で幕府の奥女中らと関係を持ったことから、自社奉行、脇坂安忠に摘発され、今日は三年死罪に処せられた。悲道は、実月共和政団での延命院、日東のモデルとなった。 コロとヒウルーの関係も、後に発覚して捉えられ、コロは多く追われた。ありがとうございます。